お名前どうぞ。ドラえもんです。ドラえもん君は、はい、カジキ FC、はい、ドラえもん君は、ちゅうことはドラえもんの喋りができるちゅうことですね。お願いします。どうしたの、のび太くん。すごい。ちょっとクオリティが低いからバカにしようと思ったけど、意外とうまいじゃん。おい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 、さすが。頑張ってね。頑張ってくださいね。はい、早そうだな、これね。顔コーラの店やね、一気に。はい、お名前どうぞ。橋口修です。はい、橋口くんは、この後、よさかを歌ってくれるんですよね。そうです、そうです。はい、皆さん、ぜひ見ていってください。よろしくお願いします。で、第一校大、何年生？すいません、僕ら社会人チームで。社会人チーム、お手伝いできてんだ。そうです。第一校大と、じゃあ社会人の今日は混合チーム、はい、混合チームでやってるところでございます。コーラは？コーラ大好きです。大好き。はい、行きました。お願いしますね。はい、お名前どうぞ。長井双葉です。双葉さん、はい、双葉さん、はい。双葉さんも社会人？大学生のチームも入ってるんですけど、ちょっと鹿児島大学のチームなので。ちょっと待って、課題のチーム、課題のよさこいチーム。そうです。今日友情出演？今日は、社会人チームの方で出ます。応援で、はい、ね、出てもらうということでね。あの、鹿児島大学と第一高大と国際大学と地学館大学とあるよね、よさこいチームはね。あ、春出た。あの春の出ました、ね、すごい盛り上がりましたよね。はい、分かった。あ、言ってるうちに春できたね。皆さんのおかげでございます。晴れてきました。それに感謝、ありがとう。このままお願いします。最後まで晴れ男、はい、では、大人の部はもう線を開けておりませんので、線を、いや、まだ開けないんだよ、開けないんだよ。線を開けるとこから始めます。いいですね。優勝しましたらビールが待っておりますね。祝杯のビールをあげられるか。さあ、ドラえもんが1位になるのかどうか。はい、ね、ドラえもんちょっと邪魔しますからね。あんた早そうだから、ね、うん、ちょっと脇をこちょこちょします。2回ぐらいね。女性、やっぱり女性にね、優勝してほしいから。はい、いきますよ。大人の部コーラ早飲み、いきます。よーい、スタート。さあ、頑張れ、頑張れ。さあ、最後、頑張れ。大丈夫、早っ。さすが。めっちゃこぼれてない？やっぱりドラえもんが早かったな。頑張れ、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 頑張れ。最後まで飲みますか？最後まで飲みますか？大丈夫。じゃあ蓋をして、あとから飲んでください。はい、空気読めよ。ねえ、なんかちょっとなんか大会で優勝したりしてね、なんか、まあ、後で、あとちょっと紹介もあるからね、ぜひがっつり紹介していただきたいと思います。いや、マジで早かった。うわ、早い。出た、ゲップが出たからアウト。あ、そうそう、冗談。はい、はい、ということで、はい、優勝は、はい、カジキ FC のドラえもんが、はい、じゃあ、優勝したので、最後、じゃあ、ドラえもんで一言お願いします。どうしたの、のび太くん。きつかったね、きつかった。はい、ありがとう。はい、じゃあ、優勝でございます。はい、ビールを飲んでください。おめでとうございます。はい、皆様ありがとうございました。はい、コーラ早飲み、大人の部でございました。はい、皆さん、大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。じゃあ、よさこい自分の皆さんはスタンバイの方ね、準備をよろしくお願いしたいと思います。はい、お疲れ。コーラは結構きついからね、炭酸があるんで一気に飲むのよ。やっぱ早かったな、大人なのもね。はい、頑張ったね。あのドラえもん何者ですか？すごいね、よさこいの方はヘイヘイとか言われてる。遅えよ、ね、遅いあの、よさこいの時は仲良く、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ということで急遽、はい、頑張ったね。コーラ早飲み大会というのをね、させていただきます。めっちゃ早かった、もうね、早かった。